では第150回フライデーナイトフットリコ、こんばんは。150回目のフットリコです。はい、こんばんは。フットリコは毎週月曜22時金曜22時30分からクラブのニュースやマリサポ内で話題になったトピックスなどマリノス周りのニュース出来事をモデレーター3名によるおしゃべりや解説でお届けしております。はい、マリノサポーターになったばかりの方からベテランマリサポの方までマリサポみんなで楽しめる番組を目指しています。番組放送の翌日以降にはアーカイブ配信も行っておりますので、もしよかったらそちらも聞きください。アーカイブを聞きいただいている方は YouTube のチャンネル登録、いいね、ポッドキャストのフォローもぜひお願いします。お願いします。はい、それではモデレーターの挨拶をしたいと思います。皆さんこんばんは、ナリです。よろしくお願いします。お願いします。はい、アキラくんお願いします。はい、風間くん、マキノムくん、ママサスラインのサポーターアキラです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。パンダさんはどうでしょうね。いけるかな。はい、いけないかな。僕らのだいぶあの上空をちょうど飛んでいるようですので、移動されているようで、はい、はいはい、あの途中でね参加できそうであれば、はい、はい、お願いできればと思います。はい、はい、以上の3名でお送りします。いつものお願いが3つあります。1つ目は感想やタレコミ情報などぜひツイッターでつぶやいてください。話しているトピックについての補足情報なども大歓迎です。ハッシュタグはフットリコ FOOTRICO でお願いします。お願いします。はい、2つ目はマリサポのお友達にフットリコやってるよと教えてあげてください。アプリ社のシェアボタンを押すとこのルームのことをツイートできたり、インバイトピープルというところでお友達に教えてあげたりすることができますので、もしよかったらお願いします。はいはい、最後にフットリコのクラブのご紹介です。コミュニティのようなものです。クラブのメンバーになっていただくとフットリコについての通知が行くようになりますので、ぜひお願いします。はい、メンバーになるやり方はアプリ上部にある大文字でフットリコ緑のおうちマークをタップしてください。ここでジョインクラブというボタンが出ている方はまだメンバーになられていないので、ボタンを押してメンバーになっていただけると嬉しいです。はい、ちなみにフットリコの現在メンバー数は524名です。はい、ありがとうございます。そう、この、そうだよね、このペースで月金で両方増えてるから、そうですね、ね、すごい嬉しいですね。いやいやいや、はい、皆様金曜日いかがお過ごしでしょうか。どうしたんですか急に。ちょっとあのキリが良さそうだったから音楽めっちゃそわそわしてるじゃないですか。いえいえいえ、そんなことないですよ。はい、行きましょうかね。はい、それではトピックに行きたいと思います。はい、1つ目、11月5日土曜日、2022明治安田生命 J1 リーグ第34節ヴィッセル神戸戦が開催されます。はい、はい、2022年のリーグ最終節ということになりますね。はい、集大成で、まあ、大きなものもかかっている試合となりました。はいはい、それでは早速あきらくんのプレビューの方をお願いします。はい、ということで2022明治安田生命 J1 リーグ第34節いよいよ来ましたね。ヴィッセル神戸戦でございます。神戸のことを振り返っていきたいなと思いますが、うん、まず現在12位で、勝ち点40です。前回対戦は忘れもしないですね。あの ACL ラウンド16ですよ。2対3、うんうん、最下でしたね。あれ以来の対戦となりますが、まあ、当時もね、神戸ってちょっと調子どうなんだいみたいな感じでしたけど、あれ8月の話ですね。はい、そこからですね、急激に、調子を取り戻しまして9月の中頃から5連勝なんですよ。でこれが天皇杯で敗退した後だったんですけど、そこから、前節の川崎戦までなんとおよそ2ヶ月間の間無敗、1引き分け5勝とかだったかな、みたいな感じで来まして、で、まあ、そこから降格圏を脱出し、残留も決まりましたと。ということで、神戸にとってこう何かかかっているような試合では特にないんですね。はい、で、その中で、まあ、
前節川崎戦を迎えてたんですけど、うん、川崎戦の前半だけちょっと見まして、基本は 4-4-2 です。前線に大迫と小林勇輝、うんうん、韓国から戻ってきたんですね、はい、が、2人並んでて、で、まあ、適宜小林勇輝の方が、まあ、1列降りるような形で、うんうん、こう 4-2-3-1 っぽくなったりとか、うん、であと、まあ、4バックベースなんですけど、こう引きすぎることはなく、うんうん、まあ、ちょっと前目に、まあ、ラインを設定しようとするような感じがありまして、うんうん、で攻守ともにサイドを使っていく傾向があるなと、うんうん、はい、まあ、最後に追い込んだりとか、あとはサイドを使った攻撃なんですけど、うん、まあ、攻撃に関しては左の方が多いのかなって感じですね。ゆるきをこう経由した、まあ、ドリブルだったりとか、ワイドにちょっと広めに張って、まあ、そこを、うん、逆サイド右で作っておいて反対側に展開してみたいな形も時折見られました、はい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 、あとはここちょっと書いてないんですけど、守備はとにかくバランスを重視して、陣形が崩れていたら、まあ、それを直すところを最優先なんですよ、うん、もちろん戻るんですけど、カウンターを防ぐ時っていうのは、ただその時にバラバラな場を戻るとか、あと誰かをマークしながら戻るというよりは、4-4 のラインをちゃんと作ろうとするというか、っていうような感じの戻り方をしていた印象です。はい、で、まあ、なんか全体的にリスクはあんま取らないんだなって感じ。時折山口ホタルがこうオーバーラップしながらプレスをかけに来たりもしてたんですけど、うん、基本的にはその、まあ、無理をしないというか、うん、なので変な話、ビルドアップ、ゴールキーパーから始まるビルドアップも、うん、コースがないと何もできないっていう場面があったりとかしたので、どういうふうにプレッシャーをかけるかかなっていうのが一つポイントになりそうです、うんうん、はい、とあと、まあ、この試合の前半なんですけど、イニエスタいないんですよ、うん、イニエスタがいないので、まあ、こういうサッカーになってたんだろうなと思うしもあり、逆に、まあ、最終節じゃないですか、変な話、最後顔見せてくることも考えられるんですよね、うんうんうん、ってなった時に、まあ、そのサッカーとは全然違うやり方になるんじゃないかなと、まあ、これはよしよしあるんだとは思うんですけど、そうなった時に、まあ、どういうこう対応をするのかなっていうのも、まあ、一つのポイントです、うんうん、はい、あとは、まあ、達成間近の記録ですね。神戸実はその先ほどお話し出た山口ホタルがですね、J1 通算300試合出場まであと1と、あら、はい、実はなかなか、はい、うん、かかっているものがかかっていると。で、まあ、マリノスは言うまでもないですね、優勝がかかってますんで、うん、はい、さっき聞くまりでは勝ちだったら無条件で優勝っていうのがデカデカと載ってて、で引き分けオア負けは川崎の、まあ、結果次第ですって書いてあったんですけど、引き分けの場合は勝ち点で並ばれる可能性はあるんですが、うん、得失点の関係でマリノスがだいぶ有利ですね、はい、なので、はい、ここではまあ、実質的に引き分け以上ならば決まるということで書かせていただきました、うんうん、はい、で主な負傷離脱に関しては、まあ、マリノスは宮市ですね。で、神戸は飯野七瀬、それこそACL で、ね、キーマン、はい、そうなんです、めちゃめちゃに走ってた彼、実は怪我をしてしまいまして、うん、もう今シーズンは出られないというところ、うん、あとセルジーサンペールがもうちょっと忘れかかってたかもしれないですけど、3月春先ですね、うん、大怪我しちゃいまして、まあ、彼もまた出られないと。とあともう一個気になるのが、マテウス・トゥーレルなんですよ、うんうんうん、センターバックの彼なんですけど、飯野七瀬と同じぐらいのタイミングで怪我をして、うん、そこから戻ってきてないんですよ、リリースも特になく、うんうんうん、なのでどういう状態なのかが読めないんですが、まあ、メンバー入りはしていないのでどうなのかなって感じです、うんうん、マテウス・トゥーレル彼も能力が高いセンターバックだった印象があるので、まさかここで出てくるかなとは思えないんですけど、出てきたらなんか厄介だなとも思います。はい、ということで、まあね、今シーズンラストですから、うん、まあ、その引き分け以上とか言ってますけど、いつも通り勝ちを狙っていけたらいいなと、そういうふうに思います。以上です。はい、ありがとうございます。はい、はい、まあ、マリノスが引き分けの場合はね、
川崎は10点差以上の点差をつけての勝利が、必要になるので、ほぼほぼ、ないかなというお話になってますね、皆さんの中で。で、ですね、プレビュー面白かったですね。なるほど、そうなってるんですね。今結構セットして、なんかそれだとなんかマリノスとしては、やりやすいとは言わないけど、言うとちょっとあれだけど、かなって気は、すごいオーソドックスなチームですよ、印象よりも。それなら上回れそうな気がするけど、ACL のみたいな一発勝負のやり方をもしかしたらっていうか、やられたことがあるから、それもちゃんと警戒してっていうことをできるからね、惑わされずにマリノス貫けるといいですね。そうですね、オーソドックスなだけに一人一人の能力が高いとそれがよく出るようなサッカーではあるので、特に左サイドのさっきのゆるきもそうなんですけど、その後ろにいる酒井ごとく、彼の動き方もすごくこう気が利くような動きを見せたりもしているので、ちょっとそんなことはないですけど、甘く見てかかっちゃいけない相手ではあると思います。そうですよね、はい、あとはシチュエーションというか、ストーリー的には大迫ですかね。彼はそうですね、燃えるものがあると思うので、モチベーションはだいぶあるでしょうし、結構ね、神戸のチームメイトもね、そういう気持ちを持ってそうなので、そうですね、そこは見くびらずにね、やりたいですね。いつも通り勝ちに行くだけだと思います。ありがとうございます。ではではですね、アウェーゲーム情報、パンダさんは今いかがでしょうか。ツイッターの方で地に足はついていると。じゃあもうちょっと後にしましょうかね、着陸はされてるんじゃないかなと思います。じゃあちょっともうちょっと後にしましょうね。それではですね、次はですね、パブリックビューイングのお話ですね。横浜マリノス株式会社さんがめちゃめちゃ頑張りましたね、これは。前回月曜日ですかね、月曜日の段階でお伝えしていたのが、2パターンあったと思うんですけど、その後すごいのが出てきたって感じです。ちょっと順番でもう一度、ご紹介しますと、まずは日産ホールですね、横浜駅から、向かったその日産自動車本社のホールの中でのパブリックビューイングが予定されています。これは、いつもの最近やってるやつと一緒ですね、13時半から17時まで、ホール内で、パブリックビューイングをやりますと。で、受付が10時半、ホール会場12時30分で、先着順の最大300名ということになっておりますと。でこちらはハットさんと中元寺さんが、ご出演されるパブリックビューイングになります。いい感じの椅子に座って、やるやつですね。行ったことないんですよね。確かに俺も入ったことない。そう。毎度羨ましいです。で、もう一つお伝えしてたのは、ハブですね。ハブの2店舗で、ちょっと特別な試みというか、それも最近やってる、みんなが味を占めたって言ってたやつですね。味を占めた。あれね。はい。ですね。はい。ハブ日比谷店、東京の日比谷店の方では、兵頭慎吾さん、小倉翔平さん、横浜のハブリッチモンドホテル横浜駅前店の方には、清水則さんと、山野隆さんという、なかなか、渋いですね。渋い、その、ちゃんとセットが、ちゃんと分かれているセットの。でこちら両店舗とももう売り切れだったと思います。確かそうだよね、言ってたよね。そうですね、こちらも売り切れだったと思います。で、それ以外でというか、ここら辺に行けないなと思っていた方々のために、マリノスさんを頑張りましたと。びっくりですよ、これ、パブリックビューイング in 日産スタジアム開催のお知らせ。出るとこ出ましたね、ついに、ね、日産スタジアムそんな簡単に借りれちゃうんだ。これもあれじゃないですか、そういうこと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 。いや、でもね、頑張ってます。日産スタジアムバックスタンドにて11月5日土曜日、ヴィッセル神戸戦14時キックオフのパブリックビューイングイベントを開催いたします。ということで、開催は、明日13時開場予定です。入退場口は日産スタジアム東ゲートですね、トリコロランドの方です。場所は日産スタジアムバックスタンドの1階席が開放される予定です。最大1万席ということですが、クラブのどなたかがいくらでも広げると確か言ってたと思うので、エリア内は自由席ですので、感染対策とかね、気をつけながら、
座っていただければいいのかなと思います。入場料は無料です、はい、で再入場も可能だそうですので、うん、確か、後で言いますけど、スタグルも結構本気なんですよね。そういや CDA さんすごいね。いやこのふっかるさは毎度のことながらですけど、だし、まあ、僕らもね それだけ得を積んだとは言わないけどその僕らの実績もねやっぱり大きいですよね。まあまあまあそうですね。そうそうそう、はい、確かそうで、ハーフタイムまで確か再入場可能だったと思いますね。うん、はい、いつも通りですね。そうですそうです。で、こちらの方には出演として、横浜 F マリノススタジアム DJ 三つくにさんと、うん、栗原雄三クラブシップキャプテンが、はい、参加されるということです。はい、どういうどうブルースから参加なのかな、どうなるの。まあ選手紹介やるみたいなね。あ、そうだね、言ってますから、うん、多分あそこですよね。ブースにいるんだ。そっかそっか、多分、はい、そうですね。内容は日産スタジアムの大型ビジョンで横浜 F マリノス対ヴィッセル神戸のダゾン映像を放映いたします。うん、スタジアム DJ である三月さんによる選手紹介や栗原クラブシップキャプテンを迎えて本試合の見どころ解説も予定していますということで、はい、これはもう13時には皆さん来ないとですね。そうですね、いろんなイベントがちゃんとあるんだな、いいな。はい、で場外トリコロランドではキッチンカーも出店予定ということですね。はい、このリリースのページの中に、実際にもうキッチンカーの、ね、出店情報が出てますね。あ、ちなみにキッチンカーはすごいね、ちゃんとこれもやっぱり開門前からやってくれるんだね。いやー、ただのホームゲームじゃないですかね。11時から買い物の2時間前からやってるそうなので、行かれる方はね、そこでアイドリングして、はい、2時間後に会場とパブリックビューイングでキッチンカーに並ぶっていう不思議な光景が見られそうですね。うん、それもそのね、間に合わせのケータリングみたいなんじゃなくて、そうちゃんと本格ですもんね。いつも通り、はい、シャロービー、極みフーズ、辻堂ラーメン、カッパドキアキッチン、うん、我が家のトンドン屋さん、ブリリアモコーヒースタンド、うん、クレープクレヨン、宗谷岬、マミヤ堂ですかね、うん、はい、グッドドッグ、グリル東京さん。いやー、全部並びそう。いやー、いつも通りですね、まあ、それこそ先週と同じ流れで行ってもいいんじゃないかなと思います。クレープ屋さんも結構混みそうなんじゃない、これ結構。いや、ちょうどおやつ時だったりしますよね。素晴らしい。はい、こんな日が来るとは思わなかったですね。はいはいはい、でこれをその、まあ、選ばれて、まあ、その出店される店舗さんもそうですけど、うん、ここに載ってなかった店舗さんもいくつかはツイッターでね、予定があるから行けませんでしたっていう、そう結構おっしゃっていて、ね、いや、逆にこの短時間でよくこれだけ集まりましたね。ねえ、本当に、いや本当にありがたいですね。本当に、はい、はい、結構ね、ぜひ一品ね、レギュラーメンバーで、なんだろう、まあ、レギュラーメンバーだからこそ結構なんていうの、他のさ、あまり来ないとこに我々結構目がいって、はい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 、行っちゃうところが多いと思うので、結構ね、今回来てくださるキッチンカーの方にも味わっていただけるといいんじゃないかなと思いますね。うん、だし、なんか変な話、ここで実績詰めるとあれじゃないですか、来シーズン以降その重要なアウェーゲームとか、はい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 、例えばですけど ACL のアウェーとか、はいはいはい、あ、いいね、そういう機会でね、ちょっとなかなかこう行きづらいなみたいなタイミングの時にこういう催しやってくれたりするんじゃないかなって、ちょっとね、あまり期待を抱いてるんですけど、はいはいはい、はい、なのでぜひ皆さん、まあね、はい、空っぽにしましょうね。それだけじゃなくて、ファンカン、リアルのね、ファンカンとかがもうまさにこれができたらもう絶対やってくれるよね。そうそうそう、いや全然全然全然もうそうっすよ。いや、いいですね。うん、はい、ということですね。で、あとはそうですね、整理券システムの実施はもう行われたんですよね。あ、そうですね、確か、はいはい、4、5000番ぐらいまで行ってたのかな、確か4000番台で終わりだったかな、確かそうですね、はい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 、まあ、1.5 人分ぐらいだとしても整理券で並ぶ人が6000人ぐらいいると。いやそんないますかね、すごいね。
まあまあ、まあ、結局ね、5人1組の5人全員が申し込むとかそういう感じなんで。あ、そうかそうかそうか、はい、まあね、まあ、はい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 、4500番台まで出てた。そうですね、はい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 。でもさ、そんなね、そんなに、なんだろう、いつもほどさ、その整理券取らなきゃって感じじゃないから、多分ね、フラッと行く人もだいぶ多いんじゃないかな。うん、全然、ね、そうだと思いますよ。いや、楽しみですね、これは。1万人入れますからね、なんて言ったってね。うん、まあ、どんどん、はい、全然広がるそうなんで、はい。楽しみですね。いや、でも、ビジョンで見るんでしょう。うん。うん、ってなると、やっぱちょ、うん、距離ありますよね、ビジョンまで。まあね、まあね。うん、そう、どこに1ドルかって結構大事かな。あんまり端っこすぎると見えなくなっちゃうんで、はいはいはい、手元のダゾーンとね、ラグがあったりしてね。そうですね、ミスタースタジアム、Wi-Fi ありますからね、そちらも適宜活用いただいて、はい、パークのやつですね、はいはいはい、はい、神戸戦はこんなところですね。はい、いかがでしょうか、パンダさん、いける？もうちょっとかな、もうちょっとかな。はい、じゃあちょっとこれは後回しにしましょうか。はい、はい、じゃあちょっとですね、アウェーゲーム情報は、はい、もう少し後にしますので、次いきます。小ネタから、1つ目、山根陸選手 U19 日本代表スペイン遠征メンバー選出のお知らせ、おめでとう。おめでとうございます。はい、11月13日日曜日から11月23日水曜日まで実施される U19 日本代表スペイン遠征のメンバーに選出されました。はい、はい、選出していただいたことを嬉しく思います。世界でのトップクラスの国々と対戦できることは楽しみですし、貴重な経験になると思います。この遠征を成長につなげられるように多くのものを吸収し、ベストを尽くしてきます。応援よろしくお願いします、ということで、はい、はい、選ばれました、はい、これ山根くんもなんですけど、うん、マリノスユース卒がかなり多いんですよね。キーパーの木村くん、うん、ディフェンダーの諏訪間くんとか、うんうんうん、あとは他にもいたよね、うんうんうん、他にも確かいたはずなんですけど、はい、とにかく多いですね、うん、はい、でこのメンバーの中の数名はさらに日本代表ワールドカップメンバーのサポートメンバーはい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 、に選ばれている感じですね。そうですね、はい、残念ながら山根陸は選ばれていなくて、なんで選んでないんだと僕はちょっとそこはちょっと気に食わないんですけどね、はい、ローマ戦に出したいんですねでローマ戦は間に合いますね、はい、はい、トリフェスは多分ダメだよね、この日程だと厳しいんじゃないですかね。そうだよね、多分そうだよね、はい、ですね、はい、っていう形になると思います。はい、キーパーコーチ吉勝さんですわ。おお、あおここにもマリノスゆかりの人はい、頑張ってきてください。はい、はい、2つ目、プレイバックパネルキーホルダーホーム最終戦版が発売されております。はい、はい、ちょっと前にお知らせしたね、例の勝利試合のかな、はい、アクリルパネルが毎回プレイバックシリーズとして販売されておりますけど、それがキーホルダー型にもなりますよってお話をしたと思っていて、それの第2弾ですね、はいはい、で、ホーム最終戦なんでですね、結構ビジュアルがあの、なんていうんですかね、セレモニー後みんなでゴール裏でね撮っている集合写真というか密集写真みたいなのとか、うん、カモメサンバの写真とかですね、はい、印象的なものもありますので、はい、気になる方は、お買い求め検討ください、はい、締め切りは13日日曜日23時までとのことです、うん、はい、はい、次いきますね、はい、次はですね、2022シーズンホーム最終戦クラブオリジナルハイライト公開、はい、うん、ツイッターと YouTube で同じものだよね、確かね、はい、ね、結構長尺、9分以上かな、はい、の、クラブオリジナルのハイライトが、まとめられて公開されておりました。はい、僕ちゃんとまだ見れてなくて、僕もですねあれ当日流れたやつと一緒かな、いや、でもないのか、あのね、あのセレモニーのやつも入ってた、はいはいはい、はい、あのドラフトさんのやつとかね、はい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 、
か見てない2人ですけど見てた人はハッシュタグで、はい、そうですね、ツイッターで教えてください。ぜひよろしくお願いします、はい、はい、明日の試合までに見ます。はい、はい、次いきます。次ですね、ここから結構ねちょっと久しぶりというかね、面白いよね。地域活動がですね結構この回いっぱい行われていたようで、その、まあ、簡単にご紹介をしたいかなと思いますね。まずはですね、まとめて、横須賀パレードにマーメイズが、青葉区民祭りにマリノスケが、中山祭りに高知人が参加高知人ね、はい、あっちゃこっちゃでですね、地域支援活動やってますね、はい。うん、まず横須賀パレードには、秋晴れのもと、中央大通りからドブ板通り、ベルニー公園までの道のりをトルコールマーメイズとリトルマーメイズ総勢64名の皆さんに歩いてもらいました。いいね、いいアピールですね。すごいたくさんいましたよね、写真もね、うん、そう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 、うん、ね、リトルマーメイズさんもねいいですね、こういうイベントに参加できてね、うんうん、横須賀にまたアピールしてきたと、うん、はい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 、うん、まあ、人通りの多いところですよね、うんうん、この辺り、うん、そこを、まあ、あれ練り歩いてたというか、うんうん、ちょっと走ってたと思うんですけどね、うん、はい、はいはい。で、次がですね、本日3年ぶりに開催した青葉区民祭りにはマリノストライカーとマリノスケが参加。暑い中みんなとってもいい笑顔でお祭りを楽しんでいました。もちろんマリノスケもということで、そうか、お祭り久しぶりってとこもあるんですよね。そうそうそう、言われてみれば、そうそうそう、このそうそう、ちょっと今ね、で特にまあ秋口だったから、うんうん、ちょうどねお祭りにいい時期だし、はい、はい、多分こういう活動が増えているし、参加できる機会が増えてるのかなと思いますね。はいはいはい、はい、うん、いいですね。はい、でもう一つが、中山商店街にて開催中の中山祭りに高知人が参戦中、お近くの方はぜひということで、うん、これ中山テクニカル校の高知さんなのかな、あ、はい、PR も兼ねるところですかね。そう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 、はい、大事ですね、はい、地域との関係大事ですね、重要、はい、うん、はい。で次がですね、グラスルーツフェスティバルインオッパマ開催予定、うん、はい、誰もがサッカーを楽しめる3つのテーマでトレーニングを行い、サッカーのさまざまな楽しみ方をご体験いただけますということで、はい、マリノスサッカースクールが年中さんから小学校4年生と、女子小学生1年生から4年生までを対象とした横浜 F マリノスグラスルーツフェスティバルインオッパマを開催するそうです、うん、はい、ホームタウンである横須賀市の日産自動車オッパマ総合グラウンドにて開催となります。歴史のある、そうですね、グラウンドですね、はい、誰もがサッカーを楽しめる3つのテーマのトレーニングを行い、体作りやサッカーのさまざまな楽しみ方を体験いただけます。また試合を行うことでトレーニングの効果を、あ、トレーニングの成果を思う存分発揮していただきます。これからサッカーを始めたいという子はもちろん、うん、ここのスキルアップにチャレンジしたい子のご参加をお待ちしておりますということですね、はい、うん、なんか、まあ、うん、すっかりおなじみになったと言ったらあれですけど、うん、女子クラス本当に、あ、そうだね、活動の幅が広がってるなって感じがしますよね。うん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 、そうそう、別でね用意されてる感じだよね。そうそうそう、きちんとね、それでそう、ね、やれてるっていうのはね、うん、神奈川ね、なでしこリーグのチームも多いし、うん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 、結構、まあ、その先もね、なるほど、変な話ありますから、なんかこれがこう繋がっていけばいいですね。そうかそうか、そうかそうか、お子さんたちも結構そういうとこも見てるかもしれないよね、うん、なるほどなるほど、はい。開催日は11月の13日日曜日、まあ、クラス分けがされていて、ですね、全体で80名ぐらいかな、はい、となっておりますね、対象は、はい。で、ですね、これは参加費2000円で、申し込みフォームからお申し込みくださいということです、はい。締め切りが明日の19時まで、抽選になります、はい。で、参加の可否については11月7日月曜日までに、ご連絡がいくそうですので、はい、対象のお子さんいらっしゃいましたらぜひぜひご検討ください、はい、はい。で次小ネタ最後、これ行きますかね、うん、これ最後までいきましょうかね、はい、はい。令和4年度江北の商店街ちょい寄り散歩を開催します、はい、ということで、江北区のですね、区内11の商店街でサンプラリーを開催します。商店街で買い物をして素敵な商品が当たる抽選に応募しようということです、うん、開催時期は11月11日金曜日、来週の金曜日からですね、12月4日日曜日までの1月ぐらいですかね、はい。
ですね、まあ、参加店舗で買い物をして、リーフレットに付属しているスタンプカードにスタンプを集めていきますと、はい、でそのスタンプの数に応じて、プレゼントの応募ができるそうです、うん、はい、でですね、ちょっと紹介しきれないんですけど、めちゃめちゃプレゼントがあるんですよね、これどれどれ、いっぱいあるんですよね、なんかね、これ本当にありますね。例えばですね、一番これすごくない？うん、そうそうそう。一番そのなんていうんですか、あの位の高い一番いい賞は A 賞っていうのでスタンプ9個で応募できるんですけど、うん、例えばロボット掃除機とか、電気圧力鍋とか、すごいめっちゃなんかですね、炭酸水メーカーで、横浜 F マリノスからは横浜 F マリノス選手サイン入り横浜フットユニフォーム。うん、はい、でグリッツですね、横浜グリッツアイスホッケーですね、はい、からも、ホーム戦のペアチケットとグッズのセットはこっちにね、これいいな、グッズもくれるんですね、うん、観戦全部セットなんだね、はい、うん、をくれるそうです、はい、で、その次が B 賞でスタンプ6個で、これこっからは多分商店街ごとのなんかあの一押しみたいなやつですね、そうですね、はい、はい、例えばですね、あ、南日吉商店会の子っていうと小島なんていうんだ、新装、小島新装さん、はい、あれですね、寝るものこれ一式くれるんですね、はい、まあ、寝具をね、はい、多分取り扱ってるお店なんでしょうけど、はい、タオルケット、敷布団カバー、掛け布団カバー、ガーゼ手ぬぐい7枚入りっていうのをそれぞれはい、くれていたりですね、うん、あと日吉商店街通りさんは、トータルビューティーサロン1さんは2000円オフチケットですね、はいはいはい、4人さんですかね、はい、とかとか、あ、綱島で言うとですね、いっぱいありますね、これね、はい、立ち飲み屋さんの1000円割引とかですね、はいはい、面白い、伊東洋華堂にあるですね PC 教室さんがあるんですけどPC 教室分かるとできるさんがあるんですけど、うん、ここは USB メモリーがくれますね、面白いですね、いやなんかその商店街感があってすごくいいと思います、商店街感ね、うん、はい、よくあるものがですかね、はい、そうそうそう、などなどですね、あ、で最後 C 賞で3部3つで応募できる、一番簡単な C 賞は、うん、広告のキャラクターミズキーのグッズ詰め合わせがもらえる、詰め合わせとか商店街へ行こうというこの、うん、キャンペーンのエコバッグがもらえたりするそうですので、これもありっすよね、ちょっと実物次第では、これさ全部カミングスーンになってるの俺だけじゃないよね、僕もはいカミングスーンになってますねこれそうですね、ちょっとまだね商品写真が、ね、出てないんですけど、はい、でも水着グッズちょっと自分欲しいっすね、かわいいっすよね、水着グッズとか、水着あんまりグッズ見たことはないね、え、はい、ステッカーとかですかね、ね、うん、はい、っていう、これは広北の商店街ちょいより散歩という広北の取り組みでした、はい、はい、で、まあ、ちょっとね お知らせした3つみたいにね、こういう、まあ、地域活動が活発になってきてるんだなって、うん、僕は結構ちょっと嬉しかったですね、これから特にねオフシーズン入っていくし、うんうんうん、まあ、こういう形で顔出し顔見せする機会が増えてくんじゃないかなと思うんですけど、特にその横須賀でのね取り組みが結構増えてきてるのがいいかなと思います、ああ、そうそう、まあ、僕らが知らないだけでね、あれかもしれないけど、うん、いいですね、ぜひぜひアピールしてほしいですね、はい、はい、ということで小ネタは以上になりましたので、はい、そうそう、お待たせいたしました。パンダさん、お待たせいたしました。呼んだ？お待たせいたしました。大丈夫、入ってないから、大丈夫かな、はい、大丈夫。はい、それではですね、すみません。アウェーゲーム情報をご紹介いただきます。改めて、早速。はい、というわけで、明治安田生命 J1 リーグ第34節ヴィッセル神戸戦、今年最後のホームゲーム情報、アウェーゲーム情報をお伝えします、うん、はい、キックオフ14時でございます、会場がネイビアスタジアム神戸、はい、ですね、何から行こうかな、
スタジアムアクセスから、まあ、とりあえず行きましょうかね。もう行ったことある方も多いと思いますので、地下鉄の湾岸線の三崎公園駅から徒歩5分になります。でもう一個最寄り駅、昔和田岬も乗ってたんですけど、今はあんまり本数がないので電車が来ないかもしれませんみたいな案内に変わっていてあの削除されておりまして、 JR ですね。そうなんだね。そうです、 JR 神戸線の兵庫駅が徒歩約20分ということで、まあ、20分のスタジアム結構多いので、そうね、まあ、そんなに、まあ、歩けない距離じゃないかなぐらいの感じになります。駐車場は、三崎公園の駐車場はもう今現在空車なしとなっておりました、でチケットの方も全席種完売で、当日券販売予定もございませんのでご注意ください。ただし、マリンスタッポ館で結構ですね、急遽行けなくなりましたみたいなちょいちょいツイッターとかで見ますので、あのお探しの方は最後まで諦めないことをお勧めします。はい、ビジター向け席種はビジターシートのみで、ミックス席がメイン S 指定となっております。それ以外の席種はすべてビジターグッズの着用不可になっておりますのでご注意ください。全席指定ですので LINE で順番待ちも実施しございません。でですね、多分ふっとりこでちょこちょここれやってたんですけど、最近オフィシャルでも出るようになったんですよ、来場端末。そうだね、うん、あれ記録端末、そう一覧でちゃんとね出るようになったの。あらそう、みんな結構欲しい情報だったっていうこと気づいてもらいましたね。はい、はい、去年私行った時に現地のスタッフに聞いたら、え、ちょっとあれあ、いや、わかんないですって言われて、結局そうつけられなくて、もともとビッセルがこうつける習慣が多分ないみたいで、だからちょっと知らないスタッフさんも多かったので、一応ビジターゴールラコンコース、メインスタンドのコンコース2カ所に用意はあるそうなんですけども、まあ、他人宛にせずに自分で探す、もしくはマリサポカンで情報共有をするという感じで探してください、はい、キックオフは全席者すべて2時間前買い物がキックオフ2時間前になります、で一応再入場可能になっていて、特にレギュレーション書いてなかったので、もしかすると試合終了後とかもできるパターンかもなと思って、去年確かホームゲーム最終節のセレモニーの前後とか出てる人確かいたような気がするんだよね、だからちょっと様子がわからないんであれですけど、一応普通に再入場はハーフタイムとかも普通にできると思います、で続いてペットボトルの規制は特にありません、これちょっとたまに話題になりますけれども、ネイビアスタジアム基本的に中すべてキャッシュレス決済になりますので、楽天系の決済の楽天ペイと楽天エリーまたはクレジットカードのみの利用になりますので、現金使えませんのでご注意ください。スイカも使えません、あとは着用予定ユニフォームも出るようになったんですよ。そう出るようになったの、びっくり。そうセカンドだそうですので、はい、そうですね、楽天チケットで皆さんお求めだと思うんですけど、もう気づいてらっしゃる方も多いかと思うんですけども、 QR コードがですね、来場者登録をしないと発見されないシステムになってますので、直前で慌てないように今のうちにぜひ登録していただいて、分配する方も先分配してから来場者登録していただくとスムーズかなと思います。で天気予報なんですけども、晴れ時々曇りということで、試合時間前後はだいたい曇りとちょっと雲が多い予報になっております。最高気温18度、最低気温12度なので、まあ、日中はそこまで寒くないんですけど、今ちょうど神戸ついて、やっぱ夜海辺なのでちょっと冷えるなと思うので、冷えをしてから結構また寒くなるかもしれないので、お帰りの際はご注意くださいって感じですね。以上。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。というとこまで紹介していただいて。神戸寒いっすか。はい、夜はね、やっぱ、まあ、天気予報とかも見てもらうと分かるけど、夕方から急にガクンって気温落ちるから、二次キックだから終わった頃まで日落ちないんでギリ大丈夫なんですけど、帰り、本当、新幹線乗る前とか空港行ってる間とかがもしかすると寒いかもしれないので、ここはちょっとご注意って感じですかね。帰った後もね、横浜近辺とか、そう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 、気にしといた方がいいですね。まあ関東よりちょっと海辺が近い分寒いかもしれないです、神戸もスタグル4時間前からやってるんですね。そうそうそう、なんかね、外はやってるらしいです、ね、外も入れるのは一律2時間前なんだけど、そうだね、はいはいはい、はい、はい、ご紹介ありがとうございます。はい、はい、というところで、まあ、いよいよもうこれであとは明日を迎えるだけという形になってしまいましたが、ふっとりこのモデレーターの皆さんの心境は今いかがですか。あきらくんいかがです。はい、まあね、前段のところでちょっと話しましたけど、型があるってやっぱいいなと思ったんですよね、今シーズン。
アタッキングフットボールっていうこうなんか便利な言い方をするじゃないですか、うんうんうん、まあ、その実いろんなやり方してるけどみたいな、うん、でもいろんなやり方できるのってこうね一個のまとまったイメージがあるからだと思って、まあ、それをこうどう解釈するみたいなのをたくさん見せてもらったシーズンだなっていうふうに僕は思うし、まあ、それもまあ紐解いてみれば数年かけて作ってきたものじゃないですか、うんうん、でそれで一回こう日の目を見て19年優勝してで翌 20年シーズンの新体制発表会で中期目標が出てたんですよ、覚えてるかどうか皆さん分かんないですけど、そこであの、まあ、リーグとか ACL にこうあの継続して出るようになって世界を目指せるクラブにっていうのが中期目標になってたんです。でこれがあのコロナ禍の話とかでこうちょっとねあの別の方向にこう話が進んでいってしまったところがあったのであれなんですけど、サッカークラブとして考えた時に中期っていうのは3年から5年じゃないかなって僕思うんですよ、うん、ってなった時に20年シーズンをこうあの始まりとして、まあ、今年がちょうど3年目なんですよね、うん、20、21、22で、で ACL にも出れてるし今年も ACL 権獲得できてるし、でいざ、ね、優勝が手にこう届く範囲に来てるじゃないですか、うんうん、っていうのを見るとこう一定のこう達成は見えてるのかなというか、うん、で足がかりにはなってるなと思うので、まあ、それをこうより確実なものというか確かなものにしてほしいなと明日僕は思っているのが一つと、その先どうなっていくんだろうなっていうそのなんかなあの未来を感じさせてくれる一試合だといいなと思ってます、はい、っていうことを急にあの昨日朝目が覚めた時に思いましてなんかねそんなことを考えたら行きたくなっちゃったんですよ、はい、であのそういう大事な試合だからこそどこでもいいってわけじゃなくて今回ちょっとこだわってゴール裏に行きたいなと思ったんですよ、うん、久しぶりに、うんうんうん、出るかなと思いつつ、うん、あの出たら行きますっていうふうに決めて、うん、あの声かけをしたところ、うん、あのたまたまですね1枚譲っていただけることになりまして、あら、はい、あの今日の本当にさっき決まったことなんですけど、うん、はい、あのまだ新幹線のチケットも取ってないんですが明日行くことになりましたので、うん、はい、あのゴール裏であの近くになる方がいらっしゃればあのちょっと一緒にねあの応援していけたらいいなと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします、はい、勝ちに行きましょう。はい、ありがとうございます、はい、パンダさんコメントいかがですか。いや、なんかもうすでに楽しいからこちらとしましてはもうそうでね、現地そうでね、空気感とかもう全然楽しいよ最終節だよ、だって優勝するかもしれない最終節でしょ、うんうんうん、いやそれは楽しいでしょ普通に、うん、なんか、うん、細かいことはいいからとりあえず楽しんだらって思う全員、うんうんうん、全員一致で楽しんでほしい、うん、ピッチもだしスタッフもだし、うん、まあ、もちろんサポーターファンも現地にいる人いない人、うん、ね、パブリックビングの人もいるだろうし、うん、お家で見る人もいるだろうし、ね、うん、来れなかった人もたくさんいるだろうし、うん、でみんなでもこう楽しい最終節を迎えてほしいし、うん、楽しんでもらえればな結果もついてくるかなと、はい、うん、思っているので、うん、基本的に今のマリノスってあの本人たちが楽しそうにしてるとき一番強いので負ける気がしねえなっていう気持ちで言ってほしいなと思います、ね、最後まであの諦めずにチケットはちょうど今日ね今日の日中かな、 なんかツイッターで2019年かなとどろきのチケットを現地でさらっとゲットした伝説の人まで、ね、バリバリの知り合いなんですけど、あれとりあえず現地行けっていうのは昔からもうサポーターゴールラの人もみんな諦めるの最後まで行け、まあね、これはもうオタクもそうだけど、まあね、チケットは最後まで諦めるなっていうのはすごい言われてたことで、うん、でなんだかんだ言ってやっぱね結構今週もコロナの感染者がちょこっと増えたりとかしてるおかげで、うん、ちょっとね行けなくなってる人結構いるみたいなんですよ。そうだからまあそういう人たちの分も、まあ、無駄にならないようになったらいいなと思ってますので、まだね神戸だったら全然当日日帰りもできるので、時間的にも余裕ですからね、できそうってなったら新幹線でも行けるのでぜひ最後まで諦めずに
期待、どうしても行きたいと思う人はぜひトライしてほしいなと思います。はい、楽しみましょう。じゃあありがとうございます。はい、僕はまあ2人にお話を振っといてなんなんですけど、あんまりなんか、なんか思うところがあんまりなくて何も考えてないぶっちゃけ。なんすかね、あの、まあ、今シーズンで言うと今シーズン結構その山あり谷ありだったと思うんですよね、結構気持ち的に、まあ、いつもあの来る、うん、でも、まあ、その ACL のやつとか、まあ、宮地君の怪我もそうだけど、うん、まあ、結構ね、あのでもその度に結構そのクラブだけがとかチームだけがとかサポーターだけがじゃなくて、みんなでもう一回盛り上がってって超えてこれたのかなってすごく今シーズンは思っていて、うん、まあ、それで最後ホーム最終戦がああいう形で迎えてあと1試合っていう風になっているので、まあそういうその信頼とは言わないけど、なんていうかな、みんなで行こうねって感じがすごいなっていると思っているので、なんかそれはお互いが多分頼もしくもあり、自然体でもいけるんじゃないかなって思ってたりするので、まあ、そうやって、まあ、パンダさんと一緒ですね、元気よく楽しく迎えられるといいなと思ってますね。早く神戸期待ですそわそわしてますね。本当に、はい、タイトル取る年なんてさ、起伏のない年ないんだから。ああそうね、うん、なるほど。出来すぎなぐらいがちょうどいいんで、今年は上を走り続けるシーズンでしたね、これまでとは違って。初めて、だからそこが初めてっていうのもありますよね。確かにね、そこでつまずきかけたけど、うん、まだキープしてっていう、そうそうそうね、ちゃんと立て直せたし、周囲にずっといるっていうのは確かにあんまりない経験かなと、うん、あそうだね、ちょっと前からそうね、うん、それで言ってたね、うん、でもこれから先に必要な経験だったなと思う。そうだね、はい、はい、皆さんもどんな心境でしょうかね。いやー、はい、試合見たいな。いやー楽しみですね、15時間後。はい思うところないとは言いつつもめちゃめちゃ緊張してるじゃないですか緊張してないよ、もう早く込み行きたい、早く込み行きたいってなってるだけ、早く試合見たい、早く試合臨みたいっていうね。いや15時間後とか考えたことなかったですよ、逆に僕。そう、もうあと15時間で今年を、明日の新幹線何時で行こうかってこと考えてますからねまだ決めてないですね。そうなんですよ、どうにでもなるんで、まあ新幹線なら、はい、はい、という感じで、あのそうですね、あのまあ、太い子メンバーは神戸にいるようですので、はい、あのお知り合いの方いらっしゃいましたらご挨拶させてくださいね。はい、AD と私はすでに関西におります。あら、いや早い。はい、はい、はい、ということで、ちょっと待ってください。はい、はい、あそうですね、はい、本日のトピックは以上になります。50回目です。はいミックスゾーン出てこいや。はい、ミックスゾーン出てこいや。このコーナーはですね、はい、すいませんちゃんと進行できてないですね、今日すいませんね。このコーナーはリスナーの方にスピーカーに上がっていただき、はい、モデレーターやリスナーに聞きたいこと、告知したいこと、マリノス関連パートナースポンサー様関連のタレコミをお話しいただけるコーナーです。我こそはという方はアプリ下の手のボタンをタップしてお気軽にお知らせください。お待ちしております。はい、はい、早速おはい、じゃあお願いしましょうか。はい、こんばんは。どうもこんばんは。ミュートになってます。こんばんは、お疲れ様です。はい、こんばんは。こんばんは、こんばんは。こんばんは、OJと申します。はい、ありがとうございます。お久しぶりでございます。はい、いやついに来ましたね来ましたよ、はい、あれもしかして結構緊張します？いや、してますよおじさんの、お姉さんの、あの心境をお聞きしたいですね。どのような感じですか？ぜひ。いやでも本当に2019年ほど、うん、なんかドキドキしないのかなって思ったんですけど、うん、めちゃくちゃドキドキしてますね。めちゃくちゃドキドキしてますね。はいはいはい、してますか、はい？してます。なんかなんでアウェイなんだっていう。それだけっすね。はい、それだけっすね。確かにこんな遠いところで優勝決まったことってな
以下ないないない。そうだからちょっと、うん、はい、うん、手前味噌ですけど、昨日もちょっとあの自分のステップオンという番組で話させていただいたんですけど、アウェーの最終節って関東以外っていうのがそもそも相当久しぶりなんですよね。ああ、うん、うん、そうですね、まあ、日程くんさんが割と動員取れるように近場で組んでるっていう噂がありましたからね、はい、うん、そうで今年に限って神戸ですかみたいな相手にと相手はね不足ないんですけど、はいはい、場所がね、うん、っていう、まあ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 、うん、はい、ですね、あの行かれる方はぜひ、はい、あの間違いなく優勝すると思うんで楽しんでください、うん、はい、はい、明日の、はい、明日の試合展望はぜひステップ4の方で、そうですね、そうですね、あの、はい、あきらさんに逆に宣伝していただいちゃったんですけど、はい、あの僕のよりも全然詳しいのが聞けますいやいやいや、あのフットリコさんと同じくあのポッドキャストでアーカイブ聞けますんで、うん、はいはい、ぜひ明日試合始まる前に、はい、あの聞いていただけると嬉しいです、はい、はい、優勝しますんでよろしくお願いします、はい、頑張りましょう、応援頑張りましょう、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、失礼します、ガチガチの OJ さん聞くの初めてかもしれない確かに、やっぱ結構年いくと緊張するよね、年いくとって言わないで、でもなんかその緊張はその、あのね、2019の緊張のまあ並びに近いっていうか、なんか2019、うん、緊張した記憶があんまないんですよね、うん、なんかお祭りだったんで、もう最終節、まあ、本当にあの時は、うん、いやあの時のお祭り感は多分前代未聞だった、今思っても、うんまたその時ってちょっとだから違うんですね、やばかったっすもんね、うん、あの日と、うん、なんか日産スタジアムでこんな人いるの見たことないみたいな、全てにおいてあっという間に終わったイメージ、うん、そうで、なんか本当祭りみたいな感じで点入って、うん、でなんかあのケイダが点取った時だけ全員泣いてみたいな、そうなんか謎の情緒不安定になった、ね、そのね、ノエスタ行く人たちはちょっと忍者の人はあれだけどうん、忍者じゃない人たちはもう本当に、はい、楽しみに来たよっていう、そのなんかマリサポだけが楽しくしてるっていう状態を作ってピッチに送り出したいですよね。いや、そうですね、もう終わった瞬間外出てわーでしょ、忍者はわーでしょです、ね、屋外で誰かんっていうみたいな感じになりそうですね、あのソーシャルディスタンスとってね、はい、はい、とかね、はい、はい、雑音入ってます？あれ、ここかな？今大丈夫です。大丈夫ですか？はい。はい。いかがでしょうか？あ、にゃんちゅうさんから垂れ込みですね。あの、はい、ウォーキングバトル。はい、今年最終月の、前半戦が11月の6日スタート。なので、日曜からですね、また始まりますと。今回は5日間かなで、まあまあまあいつも通りあの基準も3000歩でって感じですね。今何位でしたっけね、8位とかだったかな、はい、これもう一踏ん張りして賞金圏内確保でいきたいですね、はい、他はいかがでしょうか、もう起動しとこ、目超えてる、嬉しいですね、ありがとうございます、さすが最終節、今神戸に大阪にいる方は結構いらっしゃるんですかね、関西までたどり着いてる人、そう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 、あ、ちょっと待ってください、じゃあお願いします、いかがでしょうか、今のもしかしてあれじゃないですか、あ、間違っちゃいました、あ、ごめんなさい、神戸に先にいる人先に手を挙げていただきました、すいません、こんばんは、こんばんは、あ、もしもし、はい、こんばんは、こんばんは、あの、ただのすごい時差です、ですよね、すいません、ごめんなさいじゃちょっと一回びっくりした、降りましょうかね、あの、今日菊丸に出たらしいんでよろしくお願いします、はい、映ってました、失礼します、はい、ありがとうございます、
はい、あれですかね、あのマリノスくん会ですかかな、多分、はい、いいのかな、はい、じゃあすいません、あのちゃんと聞きましょうね。はい、改めて、今フットリコを聞きの中のお聞きの方の中ですでに関西地区にいますよという方、手を挙げてください。お願いします。なんでこんなにいるの。おぐいぐい来るやん。いいですね。早いな、みんな。あのね、2ゲームは朝きついのよ。まあ、ね、そうっすね。いやいや、でもでも、はい、ありがとうございます。15名ですかね。はい、はい、だいたい、17名、はい、うん、じゃあ逆に明日行くような人行きます。あ、そうですね、明日行く人、この間だいたいほら何割ぐらいの、そうですね、じゃあちょっと待ってくださいね。じゃあ1回、はいはいはい、1回、はい、一回閉じさせていただいて、はい、させていただいて、少々お待ちください。明日現着の方聞きましょう。はい、改めてね、明日神戸に行きますよという方手を挙げてください。お願いします。はーい、おー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 おお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 お112名までいってる。ありがとうございます。はい。おじいさんの話伺えてよかったですね。なんていうの、そのあのアフトリコのあの3名以外の方、皆さんもどういう風な心境でいるのかなって結構、うんうん、はい、聞いてみたかったので、ぜひぜひあのね、あのハッシュタグとかでつぶやいていただけると、あの皆さんの思いを共有できるのかなと思いますね。はい、ちょこちょこといただいては、ね、いるんですけど、地域とかね、見る角度とかで結構ね、心持ち変わってくるから、ね、うん、そうだね、声出せる人はね、もう思いっきり声出して、うん、騒いでこうぜって感じですけど、うん、そうじゃないところのね、ミックスとか、そうそうそう、まあ、あるいはそれ以外のところで見る方もまあそれぞれあるでしょうしね、うんうんうん、はい、はい、はいはいはい。加藤さんが詳細なお天気を、はい、今日の一日の様子ですかね。昼間は日が当たってない時は暑い。うん。寝たきりのセーターだけだと暑い。日陰だと少し寒い。うん、ああ、なるほど。ね、今日関東もね、昼暖かかったもんね。あ、そうです。そうだね。うん、夕方頃からガクンと下がった裏きりのセーターだけだと寒い。ヒートテックか薄手でもいいから秋物の上着が欲しい。そんな感じ。なるほど。はい。1時間予報とか出る。天気予報見てもらえれば、だいたい気温は分かるとは思うので、はいはいはい、はい、私はアウターあったかめのやつを持ってきましたので、寒暖差気をつけたいですね。カジ、うん、さんがいいですね。フットリコは関西地方のローカル番組だったんですかって。もはやね、関西から僕はまだ関東にいますからね。はい、まだ2対1で関東ですね。はい、秋山さん夜行バスで来るんですね。いいですね。おー、すごい。あ、神戸は遠いんだよ。いや、腰頑張ってね。いや、結構大阪ぐらいまで一瞬で着くタイプなんですけど、うん、いや、神戸はちょっと長いんですよ。意外とね、神戸ちょっと長いんですよね。そう、前行ったことありますけど、ちょっと長かった。大阪とちょっと違うよね。いやいや遠いのよ。なるほど、うん、大阪ぐらいはだいたい目閉じて次開けたらもうついてる。そう、ぜひ気をつけて。はい、そんなところでしょうかね。ですかね。はい、みんなね、明日行く人は朝早いでしょうから。はい、うん、僕も6時起きです。でしょうね。はい、もうそれぐらいに起きたいなと思ってます。はい、はい、うん、ですので、はい、定時で久しぶりですね。定時で上がりましょうかね。はい、はい、フットリコ本日150回目でした。
遅くまでお聞きいただいてありがとうございました。感想、垂れ込みなどなど、ハッシュタグふっとりこで優勝した後もぜひお願いいたします。はい、はい、放送日翌日以降にはポッドキャストや YouTube でのアーカイブ配信も行っておりますので、明日、はい、ぜひよろしくお願いできます。はい、よろしく。めちゃくちゃ緊張しとるの大丈夫ですか、成さん。だ、年を取る、はい、よろしければポッドキャスト、YouTube もぜひぜひお聞きいただいて、気持ち上げて、はい、向かっていただければと思います。それでは皆さん、さようなら。おやすみなさーい。よしよしよし。